ジェームズ・マラペは、パプアニューギニアの政治家、現首相。2012年、アメリカの政治家マイク・ホンダと、国内最大の民族集団であるフリニの出身。父は、セブンス・デー・アドベンチスト教会の牧師であった。パプアニューギニア高知地方にある民事小学校と、カビウファ・アドベンチスト派中学校で学んだ後、1993年に、パプアニューギニア大学を卒業。 2000年には大学院の環境科学研究科を修了した。2001年から2006年まで人事局の政策室長補佐を務めた。2002年、ヘラ州のタリポリ選挙区から人民進歩党の候補として初めて総選挙に立候補した。しかし、広範な暴力行為が見られたため、選挙は中止となった。2003年に補欠選挙が行われたが、 この時は現職に敗れた。マラッペは選挙結果紛争裁判所に異議を申し立てたが、一審、二審ともに却下された。2007年の総選挙では、国民同盟党から立候補し、現職候補を破って当選した。国会議員に就任したマラッペは、首相のマイケル・ソマレから、労働、交通、民間航空担当の政務次官に任命された。 2008年には教育省に抜擢され、2011年まで、勤めた。2012年2月に、国民同盟党を離党し、人民国民会議に加わった。2012年の総選挙で、タリポリ選挙区から再選された後は、ピーター・オニール内閣で、財務省を務めた。2017年の総選挙でも、人民国民会議から立候補し、再選された。 2019年4月11日、財務省を辞任した。人民国民会議と政府には残ると公言したが、4月29日には、同党から盛り通した。公認の財務省には、サム・バシルが4月18日に就任した。2019年5月に入ると、首相のオニールの後継として、マラペの名が取り沙汰され始めた。オニールは5月29日に首相を辞任したが、その翌日に、 マラペは首相に選出され、同日宣誓式が取り行われた。宣誓式において、マラペは、パプアニューギニアを、世界数とよかな、肌の色の黒いキリスト教徒の国にしたいと述べた。首相選出時に議会が正当な手続きを踏まなかったとして、ベルデンナマ元副首相が、マラペ政権の合法性を問う提起を行ったが、最高裁は2020年11月27日に、 全員一致でこの主張を却下した。トーセピック州出身のラファエル・マラペと結婚しており、6人の子供がいる。ありがとうございます。